さあ皆さん、法政大学行ってみたいと思います。本日の全体像はこちらで、高級9問あるんですが、まあ、ちょっとこれ全部やってるとですね、まあ、時間が長くなってしまいますので、最初の6問まで行ってみたいと思います。で皆さん、質問形式こんな感じなんですが、特に空小獣問題は頭を使う非常にいい問題、まあ、楽しめるんじゃないかなと思いますので、一緒に頑張りましょう。さあ皆さん、まず第一段落でございます。一読していただいた後、まずは問いの1番ですね、検討をお願いします。すみません、これ空所の左側にですね、欲しいと書いてますね。で、すみません、その欲しいという話が第一段落、ここに書かれてますよね。ですから、ヒントとなりそうな文章は、ここであるという判断ができました。で、改めさん、ここを熟読していただいて、そして選択肢ですね。言い換え可能なものがあるかどうか。で、そうすると皆さん、文末、このあたりと言い換え可能な選択肢見つかりましたね。たくさんのもののための余地とか空間。そうです。もののための余地空間ということは、保管しておくという話ですね。で、選択肢の A は維持。選択肢 B は貯蓄。で、選択肢の C も維持。となってくると、選択肢の D、storage、保管。そうです。たくさんのものを置いておくための余地とか空間ということは、たくさんのものを保管しておくと言い換え可能ですね。ですから正解は D ということでよろしいかと思います。さあ皆さん、続いて第2段落ですが、まずはこの問いの2番の設問の指示、こちらの一読をお願いいたします。さあ皆さん、選択肢こちらでございますので、第2段落を一読した後、検討をお願いします。皆さん、これは空所の左側、 B 弁当ときたら皆さん熟語の知識でいけそうですね。そうです、オンとセットで be bent on、 うんだらかんだらすることに熱心である。で、もしこの熟語を知らなければ、ぜひ覚えていただけるとよろしいかと思います。ということで正解は A ということでよろしいかと思います。さあ皆さん、続いて問いの3番でございます。こちらの下線部に関して検討をお願いします。さあ皆さん、これは単語でいけそうですね。 dense populationそうです。人口が過密になっているという状況ですね。そうすると選択肢の A は皆さん、この文末の trees、木の話はしてませんね。で、選択肢の B をすっ飛ばして C も文末 walls、壁の話もないですね。で、選択肢の D のやはり文末、空きスペースの話も違いますね。そうです。人口が密集しているわけですから、皆さん、たくさんの人がいるという話につながりますね。ですから、多くの人たちを住まわせている地域。よって正解は B ということでよろしいかと思います。さあ皆さん、続いて第3段落でございます。まずは問いの4番の設問の指示の一読をお願いします。さあ皆さん、選択肢こちらでございますので、一読をしていただいた後、検討をお願いします。さあ皆さん、まず空所 D ですが、皆さん文頭をご覧くださいね。これらの厳しい経済的な現実、特に皆さん文頭 D's と書いておりますから、直前とつながりそうですね。で、皆さん見ての通り、特に皆さん collapse、まあ、崩壊と書いておりますので、これはさすがに厳しい現実ですよね。ですから、おそらく空所 D のヒントは直前の文章ではなかろうか。で、あと皆さん、この三角括弧でくくりましたが、皆さんが選んでいただいた正解、つまり選択肢を入れると皆さん、このあたりとこのあたり、言い換え可能になってますよね。で、皆さん、このあたり見ていただきますと、私たちの王国、シュック。まあ、もちろん原型はシェイクですが、揺るがす。そうです。私たちを揺るがしたんですね。つまり、金融が崩壊することによって、我々の考え方、価値観が揺さぶられるんですね。おお、今までと同じで大丈夫か？目を覚ませ。まさにそんな感じでございます。ですから、我々が今まで持ってきた価値観とか考え、つまり既存の状況ですね。それを選択肢の C。クエスチョンということですから、疑う、疑問を投げかけるんですね。そうです。今まで持ってきた価値観に疑問を投げる。今までの価値観じゃまずいんだぞ。そうやって揺さぶられるんでしょうね。ですから、既存の条件を選択肢の A であれば受け入れる。そうすると皆さん、揺るがすことにつながらないですね。で、選択肢の B の criticize、批評する。で、選択肢の D の condemn、非難する。そうです。批評とか非難をしてるだけでは何も変わらないですね。そうです。自分たちの価値観など揺るがすことにはつながらないですね。ですから選択肢 C が良さげ。で、皆さん、空欄 E に seek、求める。
で、何を求めるのかと思って、その後を読んでみると、solutions、解決策を求めると書いてますね。で、皆さん次の文章を読んでみると、なお一層わかりやすくなりますね。特にこのあたりですね。伝統的な住宅ローン、そこから出る方法と書いてますね。ですから、昔からの伝統から脱却すると書いてますから、solutions、解決策を追い求めると言い換え可能ですね。ですから正解は C ということでよろしいかと思います。さみさん、第4段落ですが、ちょっと長いので、ひとまず一読だけお願いいたします。さみさん、問いの5番ですね。下線部こちらでございますので検討をお願いします。さみさん、説明の指示にある通り、最も適切でないと書いてますからね。つまりこの話、もちろん今までの話もそうですが、それと関係がないもの。そうすると皆さん、選択肢の A の運動はちょっと関係なさそうですね。もちろん今までのお話は住宅、お家の話をしてるわけですからね。で、選択肢の B であれば、さらなる借金、借金をして家を買う、そういう話にはつながりそうですね。で、選択肢の C は、より一層お金を稼ぐ。そうです、稼いだお金で家を買うというところにもつながりますね。で、選択肢の D も引っ越す。これも家に関するお話でございます。ですが正解は A ということでよろしいかと思います。サミさん、続いて問いの6番でございますが、まずは説明の指示の一読をお願いいたします。サミさん、選択肢こちらでございますので、検討をお願いします。サミさん、この文章中の文頭に税と書いてますね。で、それが誰のことなのかということで、皆さん遡って見てみると、こちらに当たりますよね。平均的な市民。で、おそらく皆さんが選んでいただいた選択肢の言い換えは、この波線のとこですよね。そうです。ハンマーを握って、自分たちの将来、自分たちの未来を自分で築くんですね。ですから、選択肢の A のように、ゲームのルールの話はないですね。で、選択肢の B もこの後半でよろしいかと思いますが、これだと人と同じように生きるとなっちゃいますね。この波線のところは自分自身の将来と書いております。で、選択肢の C は我々の部屋から出ていかなければいけないと。それ言われる筋合いはないですね。そうすみません、選択肢の D、これ良さげですよね。自分自身の運命。その運命を自分で生きるんですね。まさに自らの将来を切り開いていく。そういう話とつながりますので、選択肢の D が正解ということでよろしいかと思います。さみさん、続いてこの空欄 H の選択肢こちらでございます。空襲に入れるのに適切な選択肢一つ選んでいただけるとよろしいかと思います。さみさん、これはフルなんとかで熟語ですよね。そうです、選択肢の C、 フルオブですよね。うんたらかんたらでいっぱいのということで、皆さん熟語の知識を聞いてるだけですね。よって正解は C ということでよろしいかと思います。